ルニーニョはどうした？あれもさ、立秋だとはいえやっぱり夏いいっすね。はい、8月10日深夜26時、タクシーということで、昨日は堺のチックを来ていただいた方ありがとうございます。いい夜でした。はい、その前のワンダフルレゲエラードインベイサイドジェニー盛り上がりましたが長すぎたということで、もうこの1週間はこれからもレゲエ漬けでございます。エッセン、さあ来週はサンスプラッシュだ。さらにまた堺のちっこにタクシーアイファイターミネーターでまた爆発だ。タクシーアイファイで大爆発ということで、体力キープしてくださいということで、今夜はですねこの暑い夏の夜をもっと尽くして差し上げましょうと、寝苦しい夜にして差し上げますので、そのまま起き上がって踊り狂ってください。踊り狂うにはこの人が一番ということで、リー・スクラッチ・ペリーさんに登場していただきましょう。それではリー・スクラッチ・ペリー The Upsetter The Pop Yes in the Midnight Hour with Natty Jamaica 電波でパーティー、イエーイ。We having a party tonight. Everything is gonna be alright. Come on, come, come on, come everyone. Natty Jamaica, Denpa de party da.イエ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 イ、おいさらばる前に冷たくなる前に楽しもうパーティーパーティー、いい男とは寝ておけよ、寝ておけよ、イエ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 イ、ディレクターマル、ディレクターマル、夏休みはどう、夏休みはどうしてる、えいえいおい、What a shame! What a shame! たった30分しかないプログラムでございますけれども、おちゃらけております。おちゃらけ、ごめんなさい。ファンキャンでございますけれども、しっかりいい音はお送りしておりますので、でっけえ音で聞いてくださいませ。ということですね。今夜はですね、今おかけしています、まあ、The Upsetter、リー・スクラッチ・ペリー、ジャマイカの歌ですね。世界最大のピーですね。クレイジーガイですね。これがまた、まあ天才って言った、まあ天才とピーはですね同居しているということで、この人の中は、人類最大の混沌、この人の頭脳の中にですね隠されているということで、どんなものが隠されているか、それを音楽的に、表現してくださっている、スクラッチペリーさんはですね、まあ3枚組の CD がね、あのまあアンソロジーものですけれども出たわけです、アイランドから。まあ、そっからですね本当に美味しいものを、バッチリと録音してますか。録音しなくてもいいんですよ、買いなさい。これでも高いんだね、3枚組でまあ5000円超えるんですけれども、これはでも宝物ですね。ということで、どういう宝か分かっていただくためにも今夜はたっぷりとこれディーペリーズになっていただきます。覚悟はいいか、お楽しみください。ナティジャマイカ、おいさらばえる前に、いやいや。This station, rules the nation, with a version, sound explosion, special dedication, Natty Jamaica. In these times, summertime, no, no, the little, is Mr. Hello, Hello, Walker, Hello, Walker, Walker, sings, sings, in these times, times is upset us. In these times.Rich, but
my mama, my mama's good looking. We can put things together. We'll survive. Just a little baby.写真でテレビ担いでるのをですね、見てからでもこいつは何者だと思っていますけれども、大きい音で聞くと彼のこのシンバルが飛ぶフライングシンバルってスタイルはなんか気持ちがいいもんでね、要するに、テクノの方々も好きな方が多いようで、リーペリーでございますね。さあそれではちょっと奇妙な歌声を見ましょう。 The Upsetters のバーリンハンド、手の中の鳥。ジャマイカです。この音楽はジャマイカの音楽です。ファミリーマーストンバレット、この The Upsetters、リーペリーが、オーガナイズしたこのバンドが結局ボブ・マーレーのウェイラーズになっていくという、そういう意味でもリーペリーの存在が、非常に重要なと、音楽的出会いの話でございますか。リーペリー結局ボブ・マーレーのアルバムを2枚ほどプロデュースしまして、深夜に語ってますね。まるで AM みたいに。お相手はランキンタクシー、お楽しみはナティジャメイカ。リーペリーがどんな男だったかっていうのはね、写真を見ればこいついつもなんか太いの巻いてるの持ってんだとかですね、いいとですよ写真のそれぞれに。そして奇妙な格好とかですね、あとスタジオとか家とかにですね、文字や絵やたら書きまくってあってですね、非常に何かに疲れたように音楽とかそういうビジュアルのところにも、こだわっている方というかですね、なんか違う世界の方なんですけど。さあその、ヘプトーンズとよく一緒にやってました。さっきの、パーティータイムも実はちゃんと歌の入ってるのもあるんですけども、サワラーズタイムっていうのは聞いていきましょう。リーペリープロデュース、またフライングシンバルだ。夏の夜いい感じでしょ。Time is slipping away. Yes, little shivers.
Yeah, 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 yeah. のボーカルリロイ・シブズがリーペリーについて語ってますけど、それがまあ、この CD にくっついてブックレットの中に書いてありましたね。リーペリーズ are great guy as an individual as a person、 一人の男として、一人の人間として、グレートなやつだと。 You know what I mean? He's fun! やつはおかしい。 Really? Really? Crazy! 本当に本当にクレイジーだ、ね、日本語で言えないところがね、辛いですね、電波でね。And most people are too on the social level ね、どういうことでしょう、わかりませんがね、まあすげえやつだと、すごいすごーいってことですか。ダブルアルバムスーパーエイプっていうのは、これはいつもレゲエのベスト30アルバムピックアップしてくださいとか言うと絶対スーパーエイプって出てきますけどね。イエー、このリロイ・シブルズとよくやってみますね、リロイ・シブルズとリー・ペリーのコンビネーションで Why must I? ワンダリン。今のはリー・ペリーの声ですね。Oh yeah. 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 Sometimes I climb the stairs. Sometimes I breathe the tears when I feel the strain. Oh yeah. When you are down and out, running from north to south, what more can you do? Why must I? Shishi one dollar. Everyone is having fun. How? You all
この音は20年前の音になりますからね、1970年後半の、これを聞いてジョン・レノンもですね、ポール・サイモンも、まあ、ジョン・ライドンとかね、みんな音を呪いたんですよね、結局負けた俺たちは一体何やってきたんだみたいなね、うわジャマイカすごいぞというふうに、まあそれからローリング・ストーンズのキース・リチャーズとかね、そのままあの崇拝する方向に行っちゃったやつもいますけどね、でもまあ同じことはできないので、自分の表現を自分で固めようとみんな改めて、ボヨヨンとなって頭で考えてですね、私もそういうふうに思って、もう叶わねえぞこの音楽にはっていうね、もう恐れおののいてでもまあくっついてってると。逆に現在のダンス方がですね、とっつきはいいですね、下世話音楽でこういうなんか天才の音楽とはまたちょっと違うんで、まあ天才がやってますけれども、いえ、まあどっちに転んでもリスペクトと大きい音で聞いてください。 The Meditations Much Matter。I'm from Valleyka. But I will cut you off. You go. The thing that you're much more smart, smarter than I. You think that I'm much more smarter, smarter than I. To you I've grown up and lived with good experience.
あんまり知ってる曲がかかんないんで困ってる方、うん、ジュニアバイルズも歌ったこの曲をちょっと聴いてみてください。どっちですか？カーリーラックス、まあ、ドレッドラックス。俺がドレッドロックスしてるから君のお父さんはオルキアの怒ってるだろうっていうね、そういうロマンチックな歌ですけどね。まあ普通の娘の父親はね、ドレッドロックスと付き合わせるのは嫌だっていうね、ジャマイカでもね昔は、まともに働かずにですね、ブカ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 してるから毎日一日中ね。でまあ女の人は働かせたったりして、でもなんか太鼓叩きながら歌ばっか歌ってるぞと、ドレッドは本当に大丈夫かってですね。でもジャマイカじゃみんなアフリカに帰るべきだとか余計なことほざいてるというまあ歌ですけどねお父さんはそういう気持ちじゃないですかね。まあ最近はそういうお父さんの姿を見てですね、泣いてましたよテレビでね。同じ年でしたね、中学生のね娘さんがね殺されちゃってね、という私もお父さんですよ。はい、まあ他にもいましたよ、なんかあの、警察で伏したあの巡査部長も俺と同い年だったというですね。いや余計なこと言ってしまいましたが、今日もお楽しみいただきましたなって。結局リー・ペリーのことなんですが、この3枚組はアーコロジー、まあブラックアークっていうスタジオ彼が持ってたもんですから、アイランドから出ている3枚組の CD をね、ピックアップして簡単にセレクションしちゃったんですけれども、これはなんかそういう風にまとめて言うと聞きたかったのでそうさせていただきました。リー・ペリーは要するに、ジャマイカのですねエグいエッセンスが詰めて詰まっている、簡単に言えばぶっ飛んでる、無茶しはりますなぁ、かっこええなぁ、飛ばしてはりますなぁ、えぐい、えぐい、太い、太い、という音楽の、それも、まあ、ジャマイカの音楽が一番パワーを世界中に撒き散らした時の1970年代後半のエッセンスが、ぎゅうぎゅうに、ジュバッと詰まっているんですね。いえ、甘くて危険な恋の罠でございます。紹介させていただきました。さあ、もうこの先週末から、まあこのウィークエンドから今度のウィークエンドはですね、レゲエがギュッと、詰まっている大阪でございます。済んだことはいませんが、今週金曜日はですねタクシーハイファイが、美味しいゲストをたくさん呼んで大阪梅田のダウン BWA のダウンでもって JR 高架下ですね、京都線の新御堂渡って何十メートルか歩いていただければ外に音が漏れてるんです。これはね、公開録音いたしますのでナティジャマイカそのまんま、紹介できると思いますが、あなたの、帰省ポンポンも録音できると思いますのでぜひ遊びに来てください。いえ、ナティジャマイカ50回分ぐらいの価値があると思いますので本当にタクシーアイファー本当に音いいんだから堺に来てもいいけれども、ダウンの方に来て、私の方にもお金が持ってくるようにしてください。初めから赤字は覚悟でやっておりますので、商売の不器用なランキンタクシー。そして続いて、先週に来ましてですね、堺の築港16日土曜日夜は、スペシャルゲストをですね、本当にスペシャルな、おいおいおいね、そうめぬてんつ、いやいやいや、あんなやつも呼べればいいと思っております。そして続きまして11日の日曜日は稲川でサンスプラッシュでございますね。全部に行けとは言いませんが、だいたい真っ昼間の汗だくのコンサートに行かないやつが夜のダンスホールに来るっていう展開になっております最近はね。そこら辺もまあどっちも楽しめるようにしていただきたいと思います。さて、今日はサンチェスの CD をプレゼントしようと思いましたが、こんな風に、リー・ペリー特集してしまったので今度に伸ばします。とりあえず5おはがき、いろいろと初中見舞いお待ちしております。残暑見舞いですね。郵便番号 530-80FM8 というナティージャン残暑見舞いの係ということで、時間もどんどん経っていますけれども、最後にですねジュニア・マービンがこれは本当はポリセンティーブス歌ったバージョンでございます。これでもって来週はだからダウンの、登録ライブの模様をお届けしたいと思います。さあこの
濃いレゲエの夏を乗り切ってください。それではバッドウィードでもってよ、また来週。Kick the thief along the road, and then we catch him. Thief wrote and flies, or thinks I'm in disguise. Just shut up your mouth and listen to what I'm talking about. Just shut up your mouth and listen to what I'm talking about.Come ya, come ya, come ya. Make we go reason.